まあそんなわけで2連勝して気分良くなったところで、また別のね、将棋って言いますか。まあ、将棋はやったことあるんで、まあ、ハム将棋もやったことあって、SDIN もやったことありますので、ツボ将棋は、これくらいだよね、やったことないの。これぐらいですよね。てかさ、ちょっとわかった。さっきの将棋同士戦わせたら面白いじゃん。ね。またさ、最弱決定戦第2弾ができますよ。皆さんさ、視聴者の皆さん、コンピューター将棋じゃない、ブラウザ将棋だっけ、最弱決定戦リーグ戦、皆さんご覧になりましたか？以前やったんですけど、またできるんじゃないかなと思うんですけどね、ちょっとやってみますよ、今度。まあ、こういう、まあ、ツボ将棋って、ツボ将棋はどういうの？ツボなのかな？ねえ。てかさ、よく宗教でさ、ツボ買わせるっていう話ありますけど、本当に宗教ってツボ買わせるんでしょうかね？本当にさ、このツボはいいですよとかさ、教祖様先生がさ、おっしゃったらさ、逆に怪しいですよね。だから実際にはツボじゃなくてお札とかさ、ね、このお箸を使ってください。このパソコン、このね、このパソコンを使ってください。この私が使った中古のパソコン、これをね、中古ではあるものにもかかわらず、定価のなんと3倍であなたにお譲りしますよ。いや、これお得だ。私の念力がこもっているパソコンさえ使えばあなたが将棋が強くなるとかさ、そういうふうになんか言うんじゃないですかね。ツボとかさ、あからさますぎるだろうってね。で、まあ、将棋なんですけど、将棋と、え？あ、しゅー、これ違う。何これ？いや、こういうことを聞いてるんじゃないの？これ違う、しゅー。ちょっと待って、ツボ将棋。リセット、トップ。これでいいのか。これいいですね。音はどうしたことやの？俺の音出ないの？これ。音出ないの？どうなってんだ、これ。え？何これ？音出せよ。ダメだ。まあいいや、とりあえず、7六歩。これさ、後でね、なんか音楽とかさ、なんか BGM でつけた方がいいかな、これ。あんまり。さあ、これ三間飛車が炸裂しますね。これはどういうことなんでしょうね。これ最初から穴熊なんでしょうかね。まあでもまあ一回こう。で、これ何気なく自分が王様になって相手が玉ですね。この辺はまあ普通に駒組みしていってですね。これ実は本格的、あ、これはでもなかなかやるかもしれないですよ。これ相手強いかもしれないですよ。強いかもしれませんね。この辺まで特に疑問手っていう疑問手らしい疑問手がないと思うんでね。で、これ角上がるのは当然の一手で。あ、これ強そうだな、なんか強そうだぞ、これ。あ、これ強い、これ絶対強いぞ、これ負けるかもしれないな、これさ、穴熊をやりつつさ、銀を攻めに使うっていうのは結構苦手なパターンなんですよね。しかしこれ5七銀から6筋に回る手があるかな、これ。こうやって。で、交換しちゃうと。あ、ちょっと待って、これあれだな。ちょっと待って。ちょっとやりすぎたな。ちょっと待って。こちらから交換するか。ちょっとあまりにも、どうせさ、相手弱いだろうと思ってさ、ちょっと舐めちゃった。まあいいや、取って。ほう。いや、まあ、角打つか。ちょっと今ね、さっき私がミスしたんですが、これはでもさすがに、これ、飛車の方が強いと思いますけどね、これはね。で、まあ、普通になっといて、これ、ちょっと待てよ、今、なるかならないからなんで聞かないの、これ。これ、6三飛車ならずって言っても一応ありますよね、これね。なんでそれ言わないの？おかしくね？おかしいですよね。うん。まあ、しかしこれはと金を作るか、ちょっと分かんないけど、これでいいんじゃないのか。その手は意味分かんないな。まあとりあえずで、これまあでも竜入る、まあでもと金引くか。でこの手は意味ない。ちょっとなんか相手の指し方変だなと思いましたが、ここちょっと相手が本格的かなと思いましたけど、ここまで来ると明らかにやっぱり相手は弱いと言わざるを得ない状況が展開されているのではないでしょうか。6一竜としてね。まあ、6一。まあ、これ7二竜のがいいか。7二竜で詰めろだもんな。こっちのがいいか。これのがいいか。これ、同竜で意味ないんじゃないの、これ。ここに角を使うようでは、あまりにも苦しい。で、銀をもらう。で、これは6一の桂馬を、8一の桂馬を守った手なんですが、それだけの手なんですね。ですので、これはね、まあ難しいところですが、6四歩とか、まあでもどうかな。
まあ6四歩で押さえ込んじゃっていいんじゃないですかね。これ同角、同角、同角と取ると判決が下ってしまいますということです。まあ金を打つ、まあ金を使う方がまあ礼儀にかなってるかもしれないですね。ほら、はい、ありがとうございました。いや、さっきの将棋よりこれ強いんじゃないですか。だってさ、詰んだことを判定しますもんね、参りましたってね。さっきの将棋は同玉って取って同竜で、あ、王様取られちゃった、あ、僕の負けだって、そういうやり方でしたから、その分だけこちらの方が強いかもしれないですね。うん、まあそんなわけで、待って、ちょっと待ってね。これなんだろう、これ。これリンクス、あ、違う、リンクスかな。フリーボー、ん?フリーブラウザーリンクゲームスか。なるほど。無料でできるブラウザ上のゲームをリンクしてるということですね。で、その中で将棋ってことですね。あとなんだろう、これ将棋定石まとめ、でもこれはでも違うよね、これね。これは、あ、これはでもそうですよね。これは対戦するやつではなくて、再戦ではないんだよな、これな。まあそんなわけでね、このまあ将棋、これ初心者におすすめかもしれないですね。この WYK と、それからペガ将棋、そして将棋ゲーム、あ、これはちょっと、これはちょっとね、これちょっと強いですよ、昭和。で、ハム将棋も、まあ、まあ、これも、まあ、初心者向けですよね。で、SDIN は相当弱いですね。うん。で、ツボ将棋も弱い。じゃあね、わかりました。わかりました。このね、WYK、ペガ将棋、ハム将棋、SDIN、このね、1、2、3、4、あ、ツボ将棋もあるか。え、でもちょっと待って、どうだろうな、これ。でも、ハム将棋が一番強いかな、この中だと。感覚的にはね、うん、じゃあ新参だけでリーグ戦やりましょうか。どうしようかな、 SDIN 入れようかな。いや、リーグ戦やろうかなと思うんですよ。うん、壺将棋とこの3つと、まあその中でね、ちょっとリーグ戦ちょっとやってみたいと思いますので、その次の動画にもね、ご期待ください。それでは皆さん、ご視聴大変ありがとうございました。